本市の被災した自治体への支援といたしましては、まず発災をいたしました7月4日に県の災害対策本部へリエゾンを1名派遣をいたしまして、情報収集等を行いますとともに、人吉市からの支援要請を受けまして、直ちに災害対策本部事務にかかる支援や情報収集を行う職員3名の派遣、および水食料等の支援物資の搬送を行いました。なお本市は同日付で国から人吉市への総括支援チーム派遣団体として決定をされましたことから、6日に引き続き職員を3名派遣し、同市への総合的な災害マネジメント業務の支援を行いますとともに、避難所における健康観察支援等を行う保健師等13名を派遣、さらに本日下水道施設の被災状況調査のための職員を10名、その他人吉医療センターにも熊本市民病院の看護師1名および助産師1名を派遣いたしました。また応急給水活動支援につきましては、4日以降各自治体から給水車の派遣要請を受けまして、昨日7日までに八代市、人吉市、芦北町、相良村、山江村、朝霧町へ職員を延べ77人、給水車を延べ24台派遣をいたしました。また人命救助支援につきましても、4日に水俣芦北広域行政事務組合消防本部等から応援要請があり、昨日7日までに八代地区、水俣地区、人吉地区へ消防局職員98名を派遣いたしました。今後とも被災された皆様が一日も早く元の生活に戻ることができますよう、県をはじめ全国市長会や指定都市市長会とも連携をしながら、被害認定の調査や災害廃棄物処理など被災地への支援について積極的に行ってまいります。なお支援物資調達搬送につきましては、本市との災害協定に基づき各企業等からお弁当、お茶の提供やトラックによる搬送協力など多大なご支援ご協力をいただいております。この場をお借りしまして厚く御礼を申し上げます。支援等の詳細につきましてはお手元の報道資料にてご確認をいただきたいと思います。今後も出水期が続きます。今回熊本県南部へ甚大な被害をもたらしましたが、これまでに経験したことのないようなこの大雨というものはいつどこで起こるか分かりません。本市といたしましては改めて緊張感を持って市民の皆様の生命財産を守るため、また水害等の災害発生時の避難行動支援など万全の体制を整え対応してまいりたいと考えております。市民の皆様におかれましても、ぜひハザードマップで避難所や避難方法等、ご自分のご自宅や身の回りのリスク等も事前にご確認をいただくとともに、自分の命は自分で守るという意識のもと早めの避難をお願いをいたします。また避難の際にはマスクや消毒液、体温計等を持参されるなど新型コロナウイルス感染症対策を十分に講じていただきますよう改めてお願いをいたします。